ワンチャンスでも打策をヒットさせることはできない。ジャスパルです。はい、ということでですね、まあ、本日もワンチャンスデッドバイデイライト元気にやっていくわけなんですけれども、地下のフックのオーラが見えております。今私これですね、本日から追加されました新チャプターで追加された新オファリングを使っているわけなんですけれども、血塗られた設計図ってやつかな、なんだけど、これを使うと、殺人鬼の小屋がある場合、殺人鬼の小屋にトーテムじゃない、地下が出現する確率が非常に高くなるというものでございます。嫌な音してる。これは真言なの？真言ではないか。ただの嫌な音か。そうか。ということで、先に言っておきます。今回のキラーはブライトです。なぜなら、ブライトと対峙するという画面が出たからですね。ということで、初ブライト戦やっていきましょう。突進を駆使してくる新キラーでございますけれども、ちなみにサバイバー狩りも、新しいサバイバーおりました。フェリックスさんだったっけな。ということで、新しいもの尽くしでございます。そして、今回、今見れるのかな？あ、見れた。あ、ちょっと待って。見れたけど。あ、見れた。見れるのかな？スキルチェックとか大丈夫これ。オファリングこれビゴの設計図、あ、やばい、スキルチェック、あ、ちょ、下手くそ。あ、これ大丈夫？なんかバグった俺、これもしかして。あ、大丈夫か。ビゴの設計図ってやつがありまして、今回は固有に地下が出現する確率がとてつもなく上がっておりますと。固有に地下があります。はい、ということで、そこら辺も読み合いに行ってみて関わってくるんじゃないかなというところでございますけれども、発電は至って順調。ちなみにルインはないね。さあ、新キラーブライト専用 BGM がかっこいいと聞いています。あ、そう、非常にね、大事な話なんだけど、今、まあ、バグなのかサイレントナーフなのかわかんないんだけど、ディサイシブストライク、一番上の右下の一番上のパーク、決死の一撃のスタン時間、キラーをスタンさせる時間が5秒から3秒になっているそうですし、実際に多分なってる。サイレントナーフなんじゃないかな。意図的にやられてるっぽいもんな。さあ、救助キャッチか。救助できなかった。台に行っちゃうよね、あれ。あ、救助した。してない。できてない。できた。オッケー。回すか、とりあえず。いや、多分あれはさすがに追われるはず。ずーっとすごい勢いで走ってる。高速で戻ってこれるのがちょっときな臭いんだけど、抜こう。さあ、久々に解放が使える。オッケー、守ろう。オッケー、ぶつかってるね。さあ、ブライトだ。痛い。オッケー、私解放があるんで、極力人里離れたところで、おっと、激突してきた。かっこいいと深追いはせずって感じかな。堅実に遅延を重ねて深追いはせずと。さて、これでなんとか最悪の状況からは脱したかな。あー、キラー視点じゃない、サバイバー視点で見ると突進すごい早いね。非常に速く感じる。なんかそういうスピードの圧による怖さはまた今までのキラーとは違ったものがあるね。おー、速いってなる。うおー、怖い。あんな音立てながら進んでくんの、これ。
さあバレてはいないようだ。本当に？さあねちっこい、さあねっちょりとした索敵から突進で距離を詰めて来るのか来ないのか問題、来るのか来ないのか問題。さあねっとりとした索敵、あ間違えた、ここ入れなくなる。おー突進、素早い突進がやはり攻撃を当てるのはなかなか難しそうだ。さあバラチェイスは続いている。こういう狭い建物内は有利に働くか、はたまた難しい。おっと有利に働きそうでもあったな。発電機がないとこ行きたいね。あーっと発電機思いっきりあるとこに来てしまった。これは申し訳ないがミスト。ナイス、そこ直ったな、でかい。さあ難しそうだ、なかなか難しそうだ、ブライト相当難しそう。あーっとうまい、まあ、しかしね私解放があるので極力、発電機から離れたところに逃げていきましょう。クロちゃんがやられていく。さあここは地下が、あーっとしかし発電機なっていきました。さあ激突しまくっている。はい、怖え。さあ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 通電しましたけれども、まずゲート行こう。結構近いねゲート。うわーびっくりした、これあれだな、走ってる最中信号がしないってやつを多分つけてますね。さあありがとう。さあここで2人やられていく。私は解放があるのでまだなんとかなるんですが、さあサンキューベイベイと。おーっと即座にバレてしまった。いやさすがに何もない、さすがに何もないが救助は OK。 さあ釣ってもらえる。あとはゲートを開けてほしいところなんですが、全員こっちに固まってるんでどうだろうかと。さあ私は解放がありますので、離れたらすぐピュッと抜けてね、ゲートの位置とは違うところに行きましょうか。みんなあっち側にゲートがあるということを理解しているのかしていないのか。信号気持ち悪いな、誰もゲート開けれてない。あーそこでやってるねジェイス、ここは抜けとこう。さあやられていく。ゲートを開けないと無限に脱出できないのでゲート開けていこう。みんなあっちのゲートに執着してるっぽいのでどうだろう。で突進中多分ね信号ない、突進中に信号がしないっていうのを多分使ってるっぽいんだよな。怖いねこれ。守ってくれる構えだフェリックスは、ありがとう。さあ開いた、あとは回復をまずはお願いしますかな。オッケーオッケー、俺回復する。自力回復できなくなってる。あそっか今衰弱中、衰弱ナウなんでディサイシブもないくなりそうだから、ここはみんなに任せるしかないっぽいな。固有にハッチが出るのがほぼ確定しているので、いっそ固有行ってみるか。ここでさあいっそ固有ムービング、まずは一旦回復を入れまして、ボロ隊救助からの、うーん俺だけは命かけ、ナイス救助やられていく。これどうするか、止血剤考えても多分回復が優先だな。さあフェリックスが懸命に回復している。
さあまず2人で回復しよう。さあ懸命な回復。さあこれであれはラストだ。釣りに行くなら、いや釣りに行かない、釣りに行かないならワンチャン埋めよう。釣りに行かないならワンチャン埋もう。さあ固有におそらくハッチは湧いているはず。おお、ここで不滅。あーしかしやられていく。ここまでか。さすがにキラーがあとこっから離れる理由はなさそうなんだが、あは待って、クロちゃんまでやられている。これはとんでもないことになった。そして釣るね、あれは。さあそしてスティーブはラスト。クローデットがどうなるか、時間はないぞ。さあ釣りに行った。さあクローデットもラストだった。さああとは出られるかどうか。ゲーミング部フェリックスが走っていたので、ちょっと僕はフェリックスが出られることにかけて、おっと鍵、いやまあまあまあ、これあんま関係なくないな、関係なくない。この鍵はクソナイス。さあ時間がない、急げ急げ。固有にハッチが出てるはず。ハッチがありました、出ます、ありがとう。つながれた命。フェリックスも出られてたね。こう鍵拾わなくてもよかったけれども、いやー、じゃあスティーブちゃんとワンチャンできてたんだな。ちゃんと鍵持ってきてんのよく見とけばよかった。いやーこれはね、PS4 版なんでチャットは送れないんですけれども、生かされた命、これは GG でしょうと。さあつけていたのはドラゴンの掌握、知能恩恵、不死と、まあ全ての固有パークだったわけなんですけれども、いやーこの人のすり減った鍵に生かされちまいましたね。ちゃんと自分自身で固有にハッチが出るよっていうのをね、指定した上で鍵を持ってきてたというね、素晴らしい連携。これはグッドと、素晴らしいです。というわけで、まあまた新たな駆け引きも生みつつ、新チャプターもワンチャンスしていきたいなと思います。お相手はパルでした。バイバイ。